はい、こんにちは、チャンゲーです。はい、お疲れ様です。はい、今日もね、えー、お仕事行ってきました。はい。えー、今日がね、えー、5日目になりますかね。5日目のね、仕事を行ってきました。えー、相変わらず8時出勤して、えー、えーとね、朝礼とかいろいろして、ね。まあ、午前中はね、えー、前の動画でも言ったように横乗りっていう感じで横に乗って、えー、行っておました。はい、横にね、えー、ツーマンで横乗りして、 えとね、先輩の運転するのを見てましたはいえー、で昼ごはんはね昼ごはんは今日のおかずはハムカツでしたね、えー、ハムカツでしたねはいハムカツこんぐらいのちょっと小さいハムカツでしたはいえっ、ー、とハムカツ食べてえっ、ー、と昼熱唱ちょっとしてで昼からついについにですよついにえー、運転すること運転になりましたはい昼からね運転することになって はい運転しました。はいね。やっぱね、緊張しますね。緊張し。まあね、そのトレーラーをね、前進するのはね、まあ大体、大型とそんなに変わりはないんですけど、やっぱね、バック、ね、バックするのがね、難しかったっすね、はい。まあね、その、横乗りの時も、その校内だけとかね、バックの練習をさせてもらったことが何回かありまして、 ある程度そのバックのねやり方は分かっとったんですけどやっぱねうん難しいっすねまあもちろんその今右バックっていうねえー、まあもちろん左バックはね難しいからまだしてないんですけど右バックをねこうやってこういう風にね右バックこうやってしていくんですけどねやっぱねどうしても右バックしとるのに形がねまた左バックの状態になって結局見えない状態になってとかね ハハンンドドルルきままだだなてねそうっすねハンドルをねあんまりバックする時に無駄に動かしたらいいよできんよとか先輩とか、ね、言ってくれてねあんまりそのハンドルをねまあそのもちろんねその大型と、えー、ハンドルの切り方が真逆なんですけどねトレーラーのバックの仕方あんまりそのハンドルを切って入れすぎたりねいや切ったら入れる切ったら入れるっていう感じ で教わってまあなんとかね、えー、むちゃくちゃ線のぴったりじゃないですけど線の近くにはねできるようになってねはい難しいですねもうこうやっ,ってね腰が腰がもうずっとこう見るから腰がちょっと痛くなりましたはい途中から雨降ってきてね雨降ってる時はねその窓開けてねザーザー降りの時は窓開けてねガーってもう濡れながらねはいええー、バックしましたはい まあね、今日帰ってきても5時半ぐらいなんですけど、まあ、5時まで、えー、自分で運転してねやりましたとても緊張っつかねやっぱね感覚がまだ全然つかめてないんで怖いですね特にはい今日もね違う先生とね違う、えー、横乗りの運転手の先生とね結構いろんな方と横乗りさせてもらってるんですけどまあ多分明日からまたねもうた多分明日からは最初から運転になると思うんですけどね はい、まあね横乗りよりはねやっぱねバックとかねもう運転してなないとねねやっぱ上手になりません、ねはいはい、今日ね初めて行ったとこがあって、まあ、結構いつも横持ちとかの搬入とかもあったんですけど X 線っていうねその税関が通るとこがあるんですけど X 線を、まあ、トレーラーごと X 線を通して。 でそ56分56分ぐらいでその検査が終わってでその検査終わってで審査をしてなんかね僕もちょっと初めてだからよくわからなかったんですけどでその検査が終わってからまた数分経ったらその主演の方が OK って言ってねなんか、うん、多分怪しいものが入ってるかどうかっていうのを検査する X 線の 検査まあレントゲンみたいな感じですかねはいなんかねその箱の中に荷物の中に1個でもね金づちとかでも変な紙1枚とかでもあったら X 線ですぐ分かるらしいですよはいまあその X 線に関しては詳しいことは僕も初めて言ったんで分からないですけどねはいそんな経験を、えー、させていただきましたはい、まずねまあ特に まあね、一番の、えーっとね、目標って言ったらね、とりあえずバックを、ね、完璧にできないとね、運転できないんでね、はい、まずバックをね、まず右バックを完全に制覇して、またね、ちょくちょく、右バックが慣れたらね、左バックをちょくちょく練習していくっていう流れになると思うんです、まあ左バック、まあ、まずね、右バックもできない、ヒルバックできる自信もないですけど。 そんな感じでした。はい、まあ明日もね、朝から多分運転だと思うんで、頑張ります。バイバイ。